気持ちいいシャワーでしたね。深くベッドも最高です。こんな近くにいられるなんて、もうここで死んでもいい。円満解決、エンマちゃん。おいエマ、ここに置いといた履歴書勝手に捨てただろう。え、そんなの知りませんけど。お前以外に誰が捨てるって言うんだ。私じゃないですってば。どうせレイジさんが間違って捨てたんじゃないですか。そんなわけあるか。だいたいお前はいつもズボラすぎるぞ。レイジさんだって抜けてるところがあるくせに。素直に反省するってことを知らないのか。だから私じゃないですってば。レイジさんたら証拠もないのに私のせいだと決めつけて。もういいです、こんな家出て行きません。なんて言って出てきたものの、行く場所がありません。こうなったら公園に野宿するしか。お嬢ちゃん一人かい。こんな時間に何してるのかな。危ないよ。それは人を待ってて。おお、どんな人だい。もしかして彼氏とか。夜の合いびきなんておじさん羨ましくなっちゃうな。変な人に絡まれました。ごめん待った。え、いや道に迷っちゃってさ。おじさん、俺の連れに何か用。え、いや、何でもないよ。一人じゃないならいいんだ。君大丈夫？困ってそうだったから声かけたんだ。ありがとうございます、助かりました。それにしても夜中になんでこんなところにいるの？実は泊まる場所を探してて。へえ、今ちょうど空き部屋に泊まってくれる人を募集してるんだけど、どう？バイト代も払うよ。バイト代？家具も揃えたモデルルームなんだけど、使いやすさとかの感想が欲しいんだ。はい、これ、前金。ラッキー。任せてください。しっかりレビューしますよ。じゃあこれ部屋の鍵ね。場所はあそこのマンションだよ。はい。こんないいタイミングで仕事を見つけられるなんて、これも私の日頃の行いがいいからですね。でもあの人どこかで見たような。ベッドの下に潜むもの。うわー、めちゃくちゃ素敵な部屋ですね。あんなボロアパートに住んでるレイジさんがかわいそうになっちゃいますよ。ベッドもふかふか、高級ホテルみたいな家具とかタオルや石鹸まで揃ってますね。せっかくなのでシャワー浴びちゃいますか。ようやく二人きりになれたね、エマちゃん。骨折のふりをして過ごしたエマちゃんとの日々、忘れもしないあの感触。あれからずっとエマちゃんを見ていたんだ。でもエマちゃんはあのネクラ男に騙されていつも一緒にいるんだ。だから僕が履歴書を捨ててあの男の本性を暴いてやったんだ。エマちゃんのためにこの部屋も用意してたくさん準備してきたんだ。今日から僕たちはずっと一緒だよ。エマちゃんの匂いだ。おっと、お風呂場も綺麗でしたね。シャンプーもいい香りでしたし。はあ、エマちゃんがどんどん僕色に。気持ちいいシャワーでしたね。ふかふかベッドも最高です。つい隠れちゃった、エマちゃんがこんな近くに。これもきっと運命だね。ん？ベッドが揺れたような。気のせいですかね。まあいいか。テレビテレビ、もうすぐ姿を見せてあげるね。とびっきりのサプライズだよ。なんだかおかんがします。風邪でしょうか。エマちゃんの風呂上がりの匂いが。それに気づいてしまったら。もうこんな時間ですか。そろそろ寝ますかね。ベッドの下に誰かいる。とりあえず落ち着いて。だー、突然飲み物が買いたくなりました。これはコンビニに行かないと。早くここから逃げましょう。エマちゃん、どこに行くのかな。その玄関は外からしか開けられないように細工してあるんだよ。エマちゃんは僕のものなんだから、どこにも逃げられないんだよ。これから一緒に暮らそうね、この部屋で永遠に。エマちゃん。エマちゃんはいい匂いだね。体もゴツゴツしててまるで男みたいな。ん？男？いきなり抱きついてきて。キモいっつーの。
なんでお前がここに。僕のエマちゃんは。エマなら外だよ。来ちゃう、このネクラ男め。お前のせいで台無しだ。暴行犯として訴えてやるからな。おっと、そこまでだ。警察だよ。誘拐、拉致監禁の容疑で現行犯逮捕する。そんな、違う、僕は誘拐なんてしてない。エマちゃんと僕は愛し合ってるんだ。そうかそうか、言い訳は一緒で聞こうね。待って、エマちゃん、僕たち心が通じ合ってたよね。相思相愛だよね。ありえないです。え、生理的に無理です。嘘、ゴキブリより無理です。あ、おいしい話に注意。レイジさん、なんで私の居場所が分かったんですか？ああ、それならさっきのおっさんが教えてくれたんだよ。そういえばあのおじさん、さっき公園で出会ったような。捜査協力ありがとうね、二人とも。さっきお嬢ちゃんと別れた後、ずっと後をつけてたんだよ。最近この辺では不審者が出るって噂があったからね。じゃあおじさん、私をおとりにしたってことですか？何のことかわからんな。おっと、私はこれから取り調べがあるので、これで失礼するよ。せめて捜査に協力した分報酬を払ってくださいよ。それにしてもエマ、お前もうちょっと警戒心持てよ。あっさり騙されやがって。すみません。いや、わかればいいんだ。俺も言い過ぎたかもな。すまなかった。これからは怒りすぎないようにするよ。レイジさん、そしたら言い忘れてたんですけど、冷凍庫にあったアイス勝手に食べちゃいました。は、お前あれ限定品だからなかなか買えないやつだって言ったよな。レイジさん、今怒らないって言ったじゃないですか。それとこれとは話が別だ。俺のささやかな楽しみを奪いやがって。絶対に許さん。心が狭いですよ、レイジさん。ファンアート紹介。たくさんのファンアートありがとな。ファンアートは引き続きツイッターで絶賛募集中です。紹介してもよければハッシュタグエマエマ ED をつけて投稿してくれ。みんないっぱい書いてくださいね。大サービスでモデル料はいりませんから。必死か。私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。お、さっ、レイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。